名鉄キハ8500系機動車は、名古屋鉄道が1991年に導入した機動車である、東海旅客鉄道高山本線へ直通する特急、北アルプスに使用されていた、キハ8000系の置き換え用として導入されたが、2001年に、北として導入されたが、年に、キアルプスが廃止された後に、合図鉄道を二乗とされ、2010年まで使用された。その後は車両によって処遇が異なる。本では、 アイズ鉄道への譲渡後についても記述する。名鉄では、1965年から、国鉄、JR 東海の高山本線へ直通する列車を運行していた。この列車は運行開始当時は準急、高山として運行開始され、その後急行に格上げされ、1970年には、富山地方鉄道立山駅まで乗り入れ、北アルプスに解消。 さらに1976年以降は特急に格上げされて運行されていたが、使用車両は1965年以来キハ8000系が継続使用されていた。しかし、登場当時こそ全車冷房車で評価の高かったキハ8000系も、1990年代を迎えると特急車両としては接客設備、走行性能ともに、 当時の標準から大きく見劣りするものとなってきていた。一方、JR 東海が1989年以降、高山本線の特急、日田にキハ85系の導入を行い、1990年3月から特急、日田は全てキハ85系で運用されるようになったため、名鉄側も JR 東海に対し新型車両への置き換えを申し入れ、 車両仕様についての検討を行ったが、その検討過程において、犬山線でのダイヤの構成上は高速性能の向上が望ましく、軌道加速度時速 3.0km、S、最高速度時速 120km という、電車並みかそれ以上の性能を確保するためには、搭載するエンジンについては、カミンズ製以外の選択肢はないと結論付けられた。鉄にとって幸いだったのは、 キハ85系がカミンズ製エンジンを採用していたことで、その後の競技が順調に進む大きな要因にもなったという。このような経過を経て登場したのがキハ8500系である。本節では登場当時の使用を基本として記述する。キハ8500系は5両が製造された。内訳は戦闘車が4両、中間車が1両で全車両とも動力車である。 車両番号及び、車体長 2800mm、車体幅 2740mm の全構成車体で、キハ8000系よりもわずかに拡大されている。腐食が予想される扉周りの台枠や屋根には、ステンレス材を併用している。側面窓は1000系、パノラマスーパーの衣装を受け継ぐ。角の R が大きいもので、幅は 1700mm。 窓の高さは9 8 0ト、mm、ルとしている。客用扉は幅8 0 0、mm、トルの2枚折り戸とした。床はエンジン音を遮断するために二重構造としており、側面窓も同様の理由で、副層ガラスとしている。レール上面から床面までの高さは1 1 2 0ト、mm、ルで、あるが、これはキハ85系よりも7 0ト、mm、ル高い。このため、キハ千五百一と、 キハ8502の全面貫通扉については、下方向に7 0ト、mm、ル拡大して、乗務員室の床に段差を設けており、キハ85系との連結時にはここにスロープを取り付けることによって、スムーズな通行ができるようにした。車体色は、アイボリーホワイトを基調として、マスタードイエローとソフトイエローの直線を配し、窓周りはダークブラウンとした。客室内、客室内は、 ヒダの大自然というイメージを反映させるため、淡いベージュとブラウンで全体のイメージを統一した。室内の照明は、より自然な室内照明とする目的で、電球色蛍光灯による間接照明とし、天井中央部に幅 850mm で面照明システムを導入した。通路の扉は、ヒダの杉林をエッチングで表現し、扉のガラスにも杉林をデザインした。 座席は二人掛け、リクライニングシートをシートピッチ1000ミリメートルで配置した。座席のモケットはベージュグリーンブラウンのチェック模様とした。窓のカーテンについては新素材として、カーテンを閉じても窓の外の風景が見える、熱反射ケースパッタミラーカーテンを採用した。トイレ、洗面所は線形、パノラマスーパーと共通設計のものを採用したほか、客室内つま面に設けた。 LED 式の案内表示装置もパノラマスーパーと同じものである。JR 東海キハ85系機動車も参照キハ8500系は名鉄の車両であるが、北アルプスの運行区間である新名古屋駅と高山駅の間の距離 149.2km のうち名鉄の走行区間は新名古屋駅から。 新沼駅までの 30.1km に過ぎず、JR 高山本線での走行区間の方が長く、これは JR 東海の運転士の方が乗務する区間が長いことを意味する。また、JR 東海の車両である、キハ85系との連結が可能であることも、設計条件とされた。このため、走行機器に関してはキハ85系と同等とした。ただし、 キハ 85K と比較して、車体幅が狭いため、床下機器の偽装には苦労したという。エンジンは、カミンズ製ノンタマイナス 855R1 型を採用し、各車両に2機ずつ搭載した。このエンジンはキハ 85K で使用されている C、DMF14Hz 型と同型の直噴型ディーゼルエンジンで、最大出力は 350PS。 回転速度は 2000rpm である。変速機は3段6要素、直結2段式の液体変速機である CDW14 型を採用した。これにより、最高速度は時速 120km、上り20パーミル勾配における、均衡速度は時速 100km となった。ND-719 系台車台車は、日本車両製造のボルスタレス空気バネ台車である。 ND-719 型で、キハ85系が装着する CDT57 型台車に準じた設計である。制動装置については名鉄では初めてとなる、電気指令式ブレーキを採用しており、制動初速時速 100km 以上の際に機能する、増圧ブレーキや、機関ブレーキ、対切ブレーキを装備している。運用時は3両編成を基本とした。 キハ8501豊橋川戦闘車でトイレ洗面所を装備する。キハ85系との並結に対応。キハ8502鉱山側戦闘車で構造はキハ8501と同一である。キハ85系との並結に対応。キハ8503豊橋川戦闘車でトイレ洗面所を装備する。主に増結用のためキハ十五系との併結対策は 西港、キハ8504鉱山川先頭車で、車内販売準備室、自動販売機、公衆電話を装備、主に造血用のためキハ85系との、並結対策は、西港、キハ8555唯一の中間車で、車内販売準備室、自動販売機、公衆電話を装備、キハ8500系は、塚口駅近くの新川建区に配置され、 1991年3月16日のダイヤ改正で営業運行を開始した。このダイヤ改正からは、卓客機には JR 東海の特急、ひだとの連結も開始され、美濃大田駅から高山駅まではキュハ85系と連結を行った。なお、北アルプスと連結するひだは臨時列車として設定されており、当初は北アルプスとひだの連結時には、 上下列車とも先頭にキハ85系が連結されるようになっていた。神宮前駅、新名古屋駅とも折り返し設備などがなく、かつ列車密度が高い区間であるため、運用時には神宮前駅の下り、北アルプス発車時刻より2時間44分ほど前に出庫し、まず、津島線の地目寺駅に改装、給油後に鳴海駅に向けて改装され、時間調整の上で、 神宮前駅へ改装され、特急、北アルプスとして営業を開始していた。上り列車も神宮前駅に到着後に、一旦、鳴海駅へ改装してから入庫していた。また、同年5月からは、電車並みの高加速性能を生かして過密ダイヤの名鉄線内でも運用可能と判断され、平日には朝ラッシュ時と夜間の特急にもキハ8500系が運用されるようになった。 平日朝は、地目寺駅で給油した後に、東岡崎駅へ改装され、東岡崎駅を午前8時31分に、発車する金山駅行きの全車指定席特急として、運用された後に清掃と給水のために入庫し、床滑線大江駅に改装された後に、北アルプスの運用に入った。上り、北アルプスの神宮前到着後も、大江駅に改装し、 金山駅を午後8時35分に発車する犬山駅行きの全車指定席特急として運用された後に堺成駅まで改装の後に庫した。営業運転開始後から数年で JR 東海にお荷物扱いされるようにもなり存在意義が問われ始めた。1999年12月のダイヤ改正では連結する飛騨が定期列車に格上げとなり、 さらに2000年10月からは、名鉄自身のバス事業において、名古屋と鉱山を結ぶ高速バスの運行を開始しており、存在意義が薄れてしまった。北アルプスの利用者自体も10年間で半減し、前期の高速バスが北アルプスの乗客を奪い、さらには、電鉄会社が軌動車を保有する非効率さもあり、2001年9月30日限りで北アルプスの運行は廃止された。折しも、 ア津鉄道では、原油車両の更新の時期を迎えており、観光列車としての設備を備えた車両の導入を検討していた。また、ア津鉄道は、一般車両のうち、お座敷車両への改造と、自己廃車で2両を失っており、車両を補充する必要があった。ア津鉄道では、北アルプス廃止によって、運用を失った本系列に着目し、譲渡を申し入れた結果、 ご両前車両が合津鉄道に譲渡されることになった。合津鉄道の列車は西若松駅から合津若松駅までは東日本旅客鉄道只見線へ乗り入れており、本系列が JR 直通対応車両であることもメリットとして挙げられた。名鉄側での売却整備が行われ、同年12月22日から24日にかけて合津鉄道へ公主輸送された。 アイズ鉄道での形式番号及び外部塗装については特急北アルプスに愛着を感じるファムを意識して名鉄時代のままとなった。また2両編成2本として蘇生した上で中間車1両は予備車となった。山王川橋梁を渡るキハ8500系2002年3月23日のダイヤ改正からアイズマウントエクスプレスとして営業運行を開始した。 当初の運用列車は、快速4本、普通列車2本であった。2003年10月からは、JR 東日本万越西線の北方駅まで、乗り入れを、開始。2005年3月からは、東武用の ATS を装備して、野岸鉄道合図絹川線を経由して、東武絹川線絹川温泉駅まで乗り入れを、開始した。2007年3月31日付で、 中間車のキハ8555は廃車となり部品取りとなった。残る4両はその後も運用されていたが、性能上の特性は高速運転用に設計されていたことから、こまめな停車の繰り返しや大川ダム建設に伴う付け替え区間以外の最高速度が時速 65km と低いためほとんどの区間において変速機が 変速弾での走行となった合津鉄道では変速キー温度が下がらずブルカン継手に使われているゴムの劣化が早期に進行したこのため合津鉄道での標準型車両をベースとした新型車両 a t 7 0 0系、a t 7 5 0型へ置き換えられることになった運用最終日の2010年5月30日は特別運用が設定され 合津若松駅を午後12時59分に発車する列車までが本系列の営業運転となった。同列車の通常は、鬼怒川温泉駅へ向かう列車であるが、合津田島駅到着後に、隣接ホームに停車している a t 7 0 0系 AT-750 型と車両交換するという、新旧交代セレモニーが行われた。国内上と、編集2010年12月に、 合津鉄道公式サイト上において売却先募集が行われた。2011年3月26.27日には合津田島駅構内でさよなら運転のイベントを開催する予定であったが東日本大震災の影響で中止になった。その後、キハ8501とキハ8504は中川清流鉄道保存会で保存された。また、 名古屋市在住の大学職員の男性がオークションにて2両を1400万円で落札購入した。当初は愛知県内に輸送される予定であったが、東日本大震災による甚大な被害を受けた福島県に活気を呼び戻そうと男性の意向により、福島県藍津若松市の観光施設、安らぎのほう藍津村にて一般公開されることが決まり、2012年4月24日に、 同施設への輸送が完了した。マレーシアのサバ州立鉄道に譲渡され、エンジン復旧と、車体改装の改修工事を行い、車体のカラーリングが変更された8500系、安らぎの号合図村に展示されていた8502と8503が、マレーシアのサバ州立鉄道に譲渡されることが、決定し、2015年8月半ばに、合図からマレーシアに向けて、 トレーラーに積載されて出発した。同年9月にクアラルンプール港に到着。キハ8502の修復から手掛け、2016年2月にエンジン復旧、車体改装の改修工事が完了し、同年3月に日本の専門家の最終点検も完了した。カラーリングが青と水色、灰色の3色で塗り分けられている以外は、名鉄時代から大きな改造箇所はない。 また、内装についても LED 表示が禁煙プレートに差し替えられている以外ではほとんど変化がない。点検完了後は正式上とされ、車番は8500人を引き継いで塗装に明記されている。2016年10月17日からは、ケラズパートマと呼称した休行として、一両をターンテーブル利用で1日1往復運行されている。 2017年中に2両での運行予定である、合図鉄道機ハ8500系機動車に関するカテゴリー、ありがとうございます。